からこそあんまり頭いなかったのかな。捉えた打球、ライト、ライト、打球は伸びてスタンドに届きました。佐藤輝明、今シーズン第12号。森下から打つ通算3本目のホームラン。勝ち越しのソロホームラン、2対1、タイガース勝ち越しに成功しました。浜風があったからどうかなと思いましたけど、余裕でいってましたね。今日は小学生の時に在籍したチームの後輩たちも球場に招待し、その目の前で見事なホームラン。嬉しいでしょうね、これはね、後輩たちの前で受けるのはね、見事な一発。これ広沢さん、打ったのはどんなボールでした？いや、真ん中だけども、はい、もうここで打ったらもう佐藤はすごい、このね、6回裏にね、まあコースが甘いとか、もちろんいろいろ言う人もいるかもしれないけど、打った佐藤がすごい。